相場や価を書いてお願いいたします。内閣総理大臣、小林晋三殿、衆議院選挙区確定審議会会長、小林晋三。衆議院議員選挙区確定審議会設置法及び衆議院議員選挙区確定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の規定に基づき、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案について、別紙の通り勧告する。すみません、こちらお願いします。こちらお願いします。ありがとうございます。こちらお願いします。衆議院小選挙区選出議員の小選挙区の改定案についての勧告をいたします。衆議院議員選挙区確定審議会の皆様方には、昨年5月に関連法が施行されて以来、今日まで熱心にご審議を賜り、改定案を作成していただきまして、ここから敬意感謝を申し上げます。今回は衆議院小選挙区選出議員の定数を6削減するとともに、次回の見直しまでの5年間を通じて、選挙区間の人口格差を2倍未満とするよう改定案を作成いただき、ご苦労は一方ならぬものがあったと推察いたします。内閣としては勧告を直ちに国会に報告するとともに、勧告に基づき速やかに必要な法制上の措置を講じてまいります。皆様方におかれましても、引き続きご支援ご協力を賜りますようによろしくお願い申し上げます。総務大臣、失礼いたします。いただきたいでございます。小早川会長はじめ、衆議院議員選挙区確定審議会の委員の先生方には、お一人お一人大変ご対応のお体でいらっしゃいますのに、精力的に審議を積み重ねていただいて、こうして早期に改定案をお取りまとめいただきましたこと、大変感謝を申し上げております。ご尽力に心より敬意を表します。私は選挙制度を所管する総務大臣といたしまして、今回の勧告を踏まえて、早期に一票の格差が是正されますように、しっかりと法制化に向けて努力を続けてまいります。よろしくお願いいたします。誠にありがとうございました。それでは報道対象